ドラえもんとクレヨンしんちゃんを見ているみんな、新日本プロレスのようです。憧れのレスラーは武藤圭司選手です。やっぱ所作ですとか、あの華やかさ、あと僕はあのオーセンティックな試合をするレスラーがすごい好きなので、ドラゴンスクリューですとかドラゴンサッポにすごく憧れは持ってますね。この後8時からはプロレスの時間です。みんな絶対見てね。